3900円のですね、旭川ですね、動物園とあとの雪のお祭りの、ツアーに参加することになりましたと、クラブゲッツってところ通してなんですけど、岩に餌を与えてますが、これはイカナゴとか大物ということです。今魚を食べていますが、野生の捕食にはどんなものを食べているのかというと、野生ではアザラシが主食となります。ただアザラシも主食とは言っても一年中取れるわけではなくて、期間が限定されていて、捕食には泳ぎが得意なんですけれども、素早い泳ぎができません。なので素早い泳ぎができませんので、水中で捕らえることはできません。ではどうやって狩りをするのかというと、冬になると北極圏の海の表面に氷が張るので、その張った氷の上で例えば一匹をするアザラシを待ち伏せしたりとか、氷の上で休んでいるアザラシや氷の下の砂の中にいるアザラシを狙って狩りをします。このように氷の上で狩りをするわけですが、氷は夏になると溶けてしまいます。そうなると北極熊は陸地まで、北極熊にとっては、冬時代の季節で基本的に絶食の期間になっていますで、この夏の過ごし方なんですけれども、動物の肉が取れませんので、海藻とか穀類とか、植物を食べたりはするんですが、やはり植物だけではお腹が満たされることにはほとんどありません。そこで北極熊自身も夏は餌が取れないということはよく分かっていますので、夏というのはなるべく体力を消耗しないようにと、日陰など涼しい場所を見つけ、そこで体を休めている時間が長くなっていきます。
このように暮らしたら、厳しい夏を乗り越えると、結局、家の中の方が、そして、大体、10月から11月ぐらいになってくると、再び海の表面に氷が張り出してきます。その氷が北極でも残っても割れないぐらいの大きさになって、ようやくまた海の家に出て、アザラシが生えるようになります。これが1年間の北極熊の映像です。では最後にこのホッキョクグマの野生での現状についてなんですけれども、現在は生息数が2万2000頭ぐらいと言われており、絶滅が危惧されている動物となっています。このままのペースで数が減っていってしまうと、100年後にはもう野生個体というのは絶滅しているだろうと言われているんですが、なぜ数がどんどん減ってしまっているのかというと、本当に言えばこれ人の影響を受けているからです。ホッキョクグマの数が減っている原因はほとんどは人が関わっているもので、中でも今一番の問題となっているのが、地球温暖化により、唯一の狩りの場所である海に張る氷というのが少なくなっており、餌が取れなくなって海に死んでしまう魚体や、家によって子育てができないという母グマが増えていて、数がどんどん少なくなっていると言われています。簡単にですが、もちろん最初は動物を見て楽しんでいただきたいんですけれども、こういった動物たちの置かれている環境などについても少しだけ、動物を見ながら考えていただけたらなと思います。ああいうのに餌やった。それでは今日のホッキョクグマのモンテングタイムはこれで終わりになります。ありがとうございました。ありがとうございました。もぐもぐタイムは終了いたしました。しゃがんでいただいた方もご協力ありがとうございました。また皆様、移動となりますので、ありがとうございます。